深夜のハーフタイムラディオ。スタバ。深夜です。グー。グータッチ。スクラン。っていう朝ですね。いや、でも皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深夜は、えー、昨日顔剃りに行きまして、今こう見たら改めて変やなと思ったら、こうね、顔剃って眉毛も剃ってもらうんですけど、その時にこう目つぶってるんですけど、 目開けたら、大きせちゃうんで、なんか眉毛の位置が変になっちゃいました。そんな5月10日。<laughs> 皆さ皆様に、いいニュースが2つ。えー、まず1つ目。あれやっちゃいましょう。ラグビーあるある大募集。えー。 もうね、最近ラグビーあるあるを、えー、考えたりするんですけどね。ちょっと皆様のお力も貸していただきたいなと思いまして。もしラグビーあるある、ちょっとコアなやつ欲しいっすね。ちょっとそれをまた、えー、もし色々コメント欄に書いていただいて、採用のやつは、えー、自分がまた実演。でもう言ったら、皆様が監督、そして私が部員になると。監督の、えーまあ、インカムで入った指示を私が続行します。 まあえ外でできるラグビー部あるあるもあれば、え大学生の、量あるあるみたいな、もやりながらちょっと募集したいなと思っておりまして、え、なんかもう、この深夜レベルになってくると、なんかだんだん、これあるあるかと思かいながらもややってる時もたまにやったりして、ちょっと、改めて、久しぶりに皆さんから、あるある大募集して、えいろいろでやっていきたいと思ってますんで、そこちょっと一貫、ふふふ。 一貫食べりって言ってしまいましたね。今、してしまいましたね。もちょっと、キャ,ンキャ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 ンってなりましたけど。まあそんな感じで、えー、ラグビーあるあるを募集して、えー、皆様、ぜひコメント欄に。ちょっとね、まあまあ皆さんも多分考えてもらう楽しさもあるんですけど、あえて、マニアックなやついきましょうか。ちょっと、初心者用というよりも、上級者用。 まあ、それはちょっと皆様の、まあ、ラグビー経験者も、俺は、ラグビー。あ、でもそうやな。絞った方がいいか。いや、これ、あえて、アンストラクチャーにしときましょう。決めるよりもいろんなあるあるあって、そっからまた発生するかもしれないんで、ちょっと別に絞らず、 これどうやってやつだったらまたぜひコメント欄にコメントお願いします。ローワード。そして、今ふとやっぱ目に入りました。皆さん読んでますかえー、まず漫画です。漫画。その好きな作者が好きなスポーツを書いてくれる。こんな幸せなことはないんじゃないですかあの、 ギャングキングの作者柳内先生が新作を書いてますこちらワン・フォー・オール笑われた手馬鹿だって目指すは全国花園だまあこれちょっと主なってきてるんでぜひ見てほしいですワン・フォー・オールラグビー漫画ってねいろいろ始まりは終わりなかなか 厳しい戦いのやつもあったりします。ーエは、今これに、花園まで連れてってくれると信じてます。週刊でも読んでるんで。これでてくださいもう。そうだ。ラグビーは面白いんだ。ぜ。これぜひ見てください。見てくださいおもろいんで。ちょっとヤンキー要素もありながらも、ラグビー花園。なんだろ、まあまあ、これしかも結構、ラグビーのもう、 わかりやすく、ストーリーと順々を追って、もう主人公たちと一緒に成長するようにラグビーを教えてくれてるんで、めちゃくちゃわかりやすいです。そのスクラムとか、ちょっとラグビー豆知識とかも、昔はこう、トライの由来とかも、あるんで、出てくるんで、なぜトライと呼ばれるかとか、そんなもできるようにみんな、もうラグビーの初めての方にぴったりそして、ちょっと取りにくいんですけど、えー、ジャンプププラスの最強の歌、この二本柱。 ラグビー漫画が、同時に2個やってる時代なんて、ないんですから。今までで、そのこの日本柱を、ぜひ期待してみてほしいですね。ラグビー2大柱。それを今、One for All と。えー、ジャンププラスでやってる最強の歌。これもちょうど、2つとも2巻ぐらい。2つとも2巻。この2巻が、2作に同時にやってやってるんで。 ぜひ皆さん見てほしいです。そしてまあまあちょっとまだ、制作段階ではあるんですけども、ついに、深夜グッズ出ます。T シャツ。あの鈴木ラグビー。そして、吉本興業のコラボ商品。深夜 T シャツ。まあデザインはちょっとまだ、 えー、皆様にトライすることはできないんですけど、ちょっとこれは期待しておいてください。続、え、き、ー、で販売されますんで。また詳細は別で、ちょっと、決まり次第告知させていただきます。で、これは、今自分、自分考えたんですけど、デザインなんとかいろいろと。かっこいいです。普段からも着れる。あの、その、まあ、練習というよりは、普段着にしてもらえるような。 そういった内容の T シャツ。内容って言うかそういうデザインの。これぜひ皆さんにトライしてほしいです。またちょっとね、イベントとかもやりたいな思ってるんで、それはまた、おいおい、トライさせていただきます。この二つ。何言ったっけあラグビーあるある大募集。皆様のラグビーあるある募集します。ぜひコメント欄に書いてください。トライしてください。そして深夜グッズ。これいつやるな、発売。 今5月10日でしょう早ければ5月、もしくはえ6月頭にはできるかなって感じですね。でもこの夏には皆様が新夜イー,ーレスを着てラグビー場に行ってる、そんな風景が見れたら、まさにワンチームじゃないでしょうか。そして、えー、今日5月10日か。明日、5月11日は、えー、今から自分も行くんですけど、新潟のイオンモール。 イオンモール、新潟かなちょっと今、ふわっとしちゃいましたけど、また、えー、それも明日、ラグビー体験、えー、トークショー、もろもろイベントあります。これね、もうラグビー知らん子が来た方が、逆に楽しめる可能性も、あるぐらい、知ってた人も楽しめます。ラグビー体験もありますんで、えー、タックル、えー、パス何やろまあ、それちょっと今、確認。 明日まで楽しみにしておいてください。まあ、とりあえず、新潟の方はマストで来てほしい。もう今、新潟にまだ結構呼んでもらってますけど、ンの、ンの新潟は初めてかなまあ、あその、6月の、えー、あいつや、2日が、えー、わせら対明治か、が、えー、新潟でやるんで、ちょっと今ふわっとします。これまた知らん、また告知します。 間違えたらごめんなさい。いやそんな感じで、えー、明日は、えー、新潟でのイベント。これ撮らしてほしいな。あと、なんか撮ってよ。とりあえず、まあそんなこんなでなんやかんや、ヤンバルクイーナーは食べるんだ、とか言いながらも、今から深夜は、えー、新潟に行ってきます。ちょっと新潟で提供の動機がおるんで、 えー、一緒に飯でも食いながら明日の作戦会議をしたいと思いますぜひした新潟トライそしてラグビーあるあるそして深夜のグッズこれをパンパンパンペカジャグラーのように皆さんゲットしてくださいじゃんじゃんバリバリ言うとりますけどもではまた後ほどお会いしましょう NO! サイドどうもよろしくえーシーヤですチャンネルトライ高評価トライお願いします